モテた。嘘。君の名はポッキー。今回はですね、シーマン実況プレイやっていきましょう。前回のパートの続きですね。やっていきます。恥ずかしい。さて、今回の見どころですが、はい、あなたが熱心にレビー・ギルマンを慣れさせたので、はいはいはい、そろそろ水槽に移すことができそうです。なるほど。レビー・ギルマンをつかみ上げたまま水槽に画面を切り替えてから、はい、あ、了解です。話してください。ただね、海にいたから自分の水槽に入れてあげると。さあやってきました。あ、ドリーがいる。ここにドリーだ。おい、ドリーちょっと待って待って待って、いや、ドリーじゃねえ、今は。今はベビーギルマンだ。あー、お前たち痛いだよ。こいつ掴み上げて水槽に移してあげるらしいんですけど、待てよ、どうやって掴むんだっけ。掴み方がちょっといまいちわかんないんだけど、あ、ちょ、逃げる逃げる逃げる、すげえ逃げんな。俺のこと大嫌いでしょ、絶対。シーマン、おはよう。おはようございます。あ、おはようございます。結構なんか業務的な挨拶されたけど、とりあえずコミュニケーション取ってから掴み上げるか。やっぱいきなり掴み上げたら大変だと思うんで、前回おいとかコラとか言っても反応してくれなかったんで、ちょっと反応させたいと思います。怒ってみよう。コラ、うん、アリース。うん、アリース。じゃあもっと言ってみるか。おい、おい。おお、逆においって返すんだ。コラ、バーカ。ダメだぞ、シーマン、バカとか言ったら。はいよ。はいよって、返事だけはいいね。はい。なんで逃げんの？でも帰ってくるんだよ。シーマン、掴ませて。何？何？あ、掴ませて。いい、むさよ。なんだろう、この微妙な気持ち。あー、まだダメなのかな。ちょ、シーマンが全然ね、掴ませてくれないですね、こうやって逃げて。結構会話したのにな、まあ足りないのかな。顔にちょうど手が。元気？すっごい元気。ああ、すっごい元気なんだ。元気そうに見えないけどね、顔が。顔色すげえ悪いけどね。なんかもっといろいろ聞いてみるか。好きだよ、シーマン。シーモワーン。シーモワーンって言ってほしいの？オッケー。好きだよ、シーモワーン。イムサヨ。おい、お前最悪じゃん。こんだけ俺が言ったのにさ、知らないふりってお前最悪だよ、それ。おいで。やだよ。やだよとか言いつつこっち来てるね。ツンデレか、やっぱり。おいで。な、おい、ドリーが来た。ドリーが来たんだけど、こっちに。マジかよ、ドリー。おいで。気安く呼ぶな。はい、わか、気安く呼ぶなってひどい。え、なんかドリーが来たんだけど私、ドリー。ドリー、何？おう、ドリーなんだ、お前が。お前がドリーなんかい。もうこいつでいいかな。全然なんかシーマン反応してくれないしさ、気安く呼ぶなとか言われるしさ。水槽に行こう。はーい。え、はーいって言った。え、マジで掴める？まさか掴めないんかい。お前なんではーいって言ったんだよ。行きたくねえんじゃん、結局は。天才。多分4歳くらいかな。答えてくれたし、年。いや、天才って言ったのに4歳なんだっていうか。モテた。嘘。え、待って、やだって言ってる。モテた。うわ、お前、お前をずっとここでこうやって置いといてやろうか。じゃあだよ、移動して水槽に入れる。消えた。え、消えた。え、消えたの。え、水槽に入ったっぽいけど。あ、ライトついた。やったー。元気？寒いって言ってんだよ。分かってんの？寒い。あ、ヒーターってある。ヒーターを。続けて。お、ヒーターを入れてる。あ、助かってきた。続けて。あ、了解です。すみません、なんか。なんで俺こんな気を使わなきゃいけないんだ。100度とかにすればいいのかな。あー、助かってきた。お前を煮てやろうか、ここで。あー、そんな感じ、そんな感じ。あー、そんな感じなんだ。あー、いい感じ。18度。見てるようになりましたね。なんか今いい感じの温度なのかな。で、20度くらいにしとこう。止めてんだよ。あ、ごめんなさい。え、まだ、まだ続けんの？方向機離してよ。方向機離して。は？方向機から手を離せ。あ、はい、すいません、離しました。え、怒られたんだけど、普通に。大丈夫かな、俺。
なんて生意気なやつなの？温度は高すぎませんか？彼らがちょうどいいと感じる温度は青色で表示されることを、はい、覚えておいてください。了解です。でもこれ下げる方法とかないよね、多分ね。下げれないよね。上げるしかできないっぽいから、まあ、一旦置いとくか。あ、エアーで下げれんのか。え、ちょっとわかんないね。エアーは普通にエアーか。チーマン呼んだ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 。あ、可愛くなってるんで。どうしたのどうしたの。元気元気とか聞く前になんかあるだろう。え、すいませんめっちゃ怒られたんだけど、普通に俺。何この嫌な上司みたいな。挨拶からしろってことなのかな。こんにちは。こんにちは。あー、ちょっと機嫌取り戻してくれたっぽい。何この動き。やっぱ暑いのかな、まだ温度22度になってるもんね。まだ温度は勝手に下がっていくのかな。ちょっと今暑いけど我慢しててね。ごめんね、なんか。おはよう。今午後だぞ。あ、すいませんおい、どうしたの。さあ皆さん、シーマンを探せゲーム。いや、余裕でわかるな余裕でわかるな。結構奥行ってくる。余裕でわかるな。ゲームになってなかったな。順調に温度は下がってきて 21.5 度まで来ました。で、この動きはやめません。そしてずっと暑いって言ってる。暑いの？シーマン、暑いの？ほら、皆さん見てるからちゃんと話しなさい。暑いの？ちょっと暑い。おー、俺の言葉認識してないけど今言ったね。こんにちは。今は話す気になんないの？なんでそういうこと言うの？こっち来て。お前とは口聞かないの。なんでそういうこと言ってんの？ねえ、なんかわがままなんだけど、僕のシーマン。もうシーマンじゃなくてわがままなんだけどわがーまんなんだよてか LINE やってる？何？だから LINE やってる？シーマンと LINE したくねえわ、冷静に考えたら。なんか曲に乗ってるように見える、シーマンがちょっと温度が下がるまで暇なんで曲聴いて待ってたんですけど、乗ってるね、シーマン。お、やっと19度いった。イエーイ、シーマンよかったね。温度下がるの待つだけだったけど地獄だったよね。まあ、ちょうど夏が終わって秋になるって感じかな。シーマン、シーマン、シーマン。おぉ、テンション上がってる。かわいいね。どう？俺近くで見るとかわいいでしょ。うん、かわいい。だから言ってんじゃん、かわいいね。え、もう一回言って。かわいいね。でしょ、わかってるじゃん。よかったよ、飼い主がいい人で。これからもよろしくね。え、やばい、なんか会話ついてる。よろしく。でさぁ、君男？女？男。なんだよそれ。いい加減なこと言わないでよ。いや、いい加減じゃねえわ。何が？男だよ。男か。めっちゃ悔しがってんじゃん。露骨に嫌がってんじゃん。もうやだ。女が良かった？男なんだ君。何こいつ、なんで笑われた。人間の男って大人になるとさ、うん、体の毛がたくさん生えて、うん、頭の毛がなくなってくるんでしょ。全員ハゲにはならないよ別に。君もうハゲてる？いや、なんてこと聞くのこれ。失礼すぎだろ、もし俺がハゲてたら。ハゲてないよ。なんだつまんない。僕はハゲてるよ。うん、そうだね。自虐？自虐ネタ？胸毛はどう？多い？なに？胸毛が多いかどうか？ないよ。なんだよそれ。いい加減なこと言わないでよ。いい加減じゃないって。少ない。なんだ、ないんだ、つまんない。ない。つまんないってなんだお前。何するつもりだ俺の胸毛で。なに、どういうことこいつ。さて、ここでクイズです。はい、クイズ。男の体で一番硬いところはどこでしょう？なんか下ネタなのこれ。一番硬いところ、一番硬いとこ、一番硬いところどこだ、どこだ、どこだ。
うん、一番が、あ、わかった、あの、あれだ、かかと、かかと。何考えてんの？あ、すいません。ブブー、答えは歯です。あ、なるほどね、下ネタかと思ったわ。ということでね、ご視聴ありがとうございました。だんだん仲良くなってきたような気がします。なんかシーマンすげえ際どいこと聞いてきてビビったんですけど、また次回も続きをやっていこうと思います。もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ高評価ボタン押してね。それではポッキリして、また次回お会いしましょう。じゃあバイバイ。